結構歩くわね。ねえコロスケ、あんたの故郷ってこっからだとまだ遠いんだっけ？はい、急いでもたどり着くのは明日になってしまうかと。ラビリスタさんが本調子だったら、あの不思議なトンネルでパパーッと進めたんですけどね。でもラビリスタさん、見た目以上に深手を負ったみたいですし。こいつや私たちを助けるためにあいつもだいぶ無理したっぽいわね。ネネカやクリスティーナと一人で戦って生きてる時点ですごいけどさ。はい、そしてラジラジ様たちが救援に来てくださらなければ、倒されていたのは私たちの方でした。ダイゴさん、マサキさん、ラジラジさん、カルミナやエリザベスパークの皆さんのおかげでネネカさんたちの洗脳がなんとかなって、本当に良かったです。そうね、こっから先あいつらを敵の感情に入れなくていいってのはだいぶ気が楽だわ。まあラジラジのやつがあの場を動けなくて空間跳躍も使えなくなっちゃってるのはちょっと間抜けだけど。ギャル様、そのように言ってしまってはかわいそうでございますよ。ラジラジ様が動けないのは結界を維持するためなのですから。分かってるわよ、けど愚痴くらい言わせなさいっての。そのせいで私たちはこうやって足を棒にしてんだからさ。ケルちゃん、この辺でちょっと一休みしませんか？ほら私お腹ペコペコなので。うん、そうね、今あんまり無理しても後が続かないしね。はい、エリザベスパークの皆様からいただいたお弁当もございます。わあ、おにぎりにソーセージに卵焼き、とっても美味しそうですね。ほんとぎっしり入ってるわね。あんた重かったんじゃない？しずるさんたちもすっごくついてきたそうでしたけど、ラビリンスやエリザベスパークの皆さんにはローカルパッチ入りのクレープ作りを続けてもらわなくちゃですし。しずるさんたちもすっごくついてきたそうでしたけど、ラビリンスやエリザベスパークの皆さんにはローカルパッチ入りのクレープ作りを続けてもらわなくちゃですし。ミソラに苦しめられたユイ様も今しばらくは心と体を癒す時が必要でございます。ひとまずはラビリスタ様がご一緒に潜伏なさるそうですが。あいつが本気でかくれんぼしたらさすがのエリスだって簡単には見つけらんないはずよね。何かのっぴきならない理由でもない限りはさ。のっぴきならない理由？シェフィー様。シェフィーちゃんはもう戻らない。彼女のことは忘れてあげて。探さないでほしいというのが彼女からの伝言だよ。君たちにとってもすごく辛いと思うけど。そんな忘れるなんて何言ってるんですか、ラビリスタさん。いくらあなただって言っちゃダメなこともあるんですよ。ごめん、でもどうやらシェフィーちゃんの場合洗脳魔法よりも厄介で、今の私じゃ処置してあげるだけのリソースが足りないんだよね。だからさ、何言ってんのよあんた。シェフィー様はそのエリスによって作られた端末で、つまり私たちを監視していたのではないかと。ピッコロちゃん、
もちろん、それはシェフィー様のご意志ではなくて、ご本人も気づかぬままエリスによって情報を奪われていただけ、そう思われるのですが。ゴロスケ、あんた気づいてたんならどうして黙ってんのよ。それはコッコロちゃんを責めないであげて。私たちが確信に至ったのはついさっきのことだし、それに仲間を疑うのがどれほど辛いことかわかるでしょう。相手も結構周到でさ、シェフィーちゃん自身だって気づいてなかったんだ。エリスに意志を奪われて私に攻撃を仕掛けるまではね。ラビリスタさん、いや、やっぱりきつかったな。みんな手加減してくれないんだもん。ちょっとあんた、しっかりしなさいよ。自分がエリスさんに情報を流してしまうから、それどころか操られて私たちを傷つけるかもしれないから、シェフィーちゃんは一人で出て行ってしまった。それはきっとシェフィーちゃんなりの優しさだったんだと思います。もしシェフィーちゃんが何も言わずに行かなかったら、私たちきっと尻尾に噛みついてでもシェフィーちゃんを止めたでしょうし。でもさ、でもやっぱり今からでも私シェフィーを探しに行くわ。私本当に行っちゃうわよ。いいのね。でもシェフィーちゃんがどこに行ったかわからないし、運よく追いつけてもどうしたらいいかわからないんですよ。私もコッコロちゃんも体が2つあるなら、片方はシェフィーちゃんを探しに行っています。あんた、でもさ、ゲルちゃん、昨日から何度もこのやり取りをしていて、ケルちゃんが私に説明してくれたこともありましたけど、私もコッコロちゃんも体が2つあるなら、片方はシェフィーちゃんを探しに行っています。でもですね、ラビリスタさんのお話じゃ、今のシェフィーちゃんの状態、洗脳魔法よりずっと解除が難しいみたいですし、運よくシェフィーちゃんに追いついたからって取れる手段がないんじゃ、本当の意味では彼女のためにならない。ただ単に優しくした気になっている自己満足なんじゃないかって。分かってるわよ。今の私たちがあいつのためにしてやれる一番いいことってのは、その秘密に、この世界の歪みとかいうのを戻してやること。そうすりゃきっとシェフィーだって解放される。あいつを利用してるエリスが本当に歪みの原因ってんならね。はい、ユイ様も救われるはずですし、それに懲役が終われば現実に帰ることも。ケルちゃん、どちらに行かれるのですか。心配すんじゃないわよ。一人でシェフィーを探しに行ったりしないから。それじゃあ、そのお手洗いでしょうか。違うわよ。ちょっとその水でも汲んでくるだけ。くれぐれもお気をつけください。あまり遠くに行ってはなりませんよ。
私、やっぱり人間っぽくないっていうか、冷たいでしょうか。いえ、ペコリーヌ様、先ほどおっしゃられた通り、可能であれば今すぐシェフィー様のもとに馳せ参じたいのは私たちも同じでございます。それに今回のことは、そもそも私がいけないのです。え？ビースト族の国でカスミ様から、私たちの中に内通者がいるかもしれないとお伺いしたとき、真相にたどり着けるよう、もっと努めていれば。いいえ、他ならぬシェフィー様のことです。おかしなことがあったなら、私がもっと早く気づくべきでした。そうすればひょっとしたら今頃シェフィー様がこのような苦しみに陥ることは。シェフィーちゃんやユイちゃんたちのために、まずはエルフの里に行って、コッコロちゃんのお父さんから最後のソルオーブをもらわなくっちゃですね。そういえばコッコロちゃんのお父さんってどんな人なんですか？私のお父様は、そうでございますね、村の長という立場もありましたから、とても厳格で優れた精霊使いでもあり、また女神アメス様の敬虔なる信徒でもありました。ただそれは今にして思えば、アストルムでの入れ物の振る舞いなのです。アバターっていうのが意思を持って動いていたってことですか？本物のお父さんじゃなくて。もちろん人格面などは現実でのお父様を参考にされていたと思います。ですが現実のお父様はエルフの隠れ里の王さん、エルフィリア・タレル・ダールゾラと違い、人々を率いる指導者たる存在ではなかったと、そう思います。でもコッコロちゃんのお父さんはラビリスタさんたちと同じで、セブン・クラウンズ、この世界の創造者の一人だったんですよね。そのようです。世界を運営する超 AI ミネルヴァ様をお作りになられる過程では、私もほんの少しおそばで拝見しておりました。他にもお父様の開発には、次世代通信網の構築やアストルム内での成長にまつわる要素など、私には理解の及ばないことも多くありましたが、ですがそうしてお仕事が多忙なさなか、学校に馴染めない私をさりげなく気にかけてくださって、私にはかけがえのないお父様だったのです。優しいお父さんなんですね。私の現実のお父さんのこと、ぼんやりとしか思い出せなくて、これも認識の修正のせいなんでしょうか？かもしれません。頻繁に情報を交換しているせいか、ラビリスタ様のクレープのおかげか、すぐに忘れさせられるようなことはなくなっているようですが、ひょっとしたら私が考えたくないだけなのかもしれません。だってペコリーヌ様、きっとこれって私だけじゃなくて、キャルちゃんも、それに。大丈夫よ、そんな心配そうな顔すんじゃないの。シェフィーのやつを取り返すにはこの道が一番いいってことくらい分かってるわ。あのさ、あんたは
してない？現実のこと。自分でもよくわかんないんだけど、現実ってやつのことを考えるとなんかムカムカするっていうか、気持ち悪くてさ。なんなのかしらねこれ。変よね私。だってもしもう一人の自分なんてものがいるなら、今の私よりきっとマシなはずなんだから。いいえ、そのようなことはありません。誰？いやごめんね、逃げられちゃった。ビースト族の連中が思ったより手強くてさ。旧祖猫を噛むといったところですか。国一つを相手に回したのはあなたらしくない愚策でしたね。こう焦ったってやつかな。ついでに使徒もやられちゃって、いや参った参った。でもさ、ちょっと見ない間に僕以外も結構やられちゃって感じじゃない？というと？え？ほら、メタモルレグナントとレジーナ・ゲッシュは取り返されちゃったし、ミソラちゃんは点下げやる気ゼロって感じだし。メタモルレグナントとレジーナ・ゲッシュは元より不安定な道具に過ぎません。クイーンラビリンスと共倒れのような状態になったのなら、全く損のない取引でしょう。ミソラさんは、そうですね、七種の兵隊や天使たち、自身の総掛かりを破られ、確かに少々気落ちしているようですが、彼女について言えばこのままで終わるはずがありません。あれの内側にわだかまる闇は、私ですら瞳目するほど暗く深いのですから。それに以前にも言ったでしょう、我々は元より仲良しこよしの集団ではありません。ミソラさんも私も、そしてオクトーさん、あなたも、それぞれにそれぞれのやり方でエリスさんの願いを叶えんとする。であれば、その過程で誰が賭けようと問題はないのではありませんか？そりゃそっか。ですから失敗したとしても気に病むことはありませんよ、お父さん。なんか寛大すぎて気持ち悪いな。いいけど、それじゃあどうするのさ、こっから。あんたの感想はともかく、戦力低下は否めなくない？そうですね、
この世界の要たる少年をいつまでも放置しておくわけにもいきませんし、となるとそろそろ私からも手出しをさせていただく頃合いでしょうか。へえ、それじゃそっちの裏方仕事ってやつは終わりなわけ？ええ、ソルの塔の入り口となる空間跳躍の結界も、内部の魔物たちも、ガイド妖精の進化体も、そして未実装の隠しデータの一部もこの手に収めることができました。ついでにドラゴン族のアバターもコマにしちゃって、あんたの方は随分盤石って感じ？さあどうでしょう、人の欲には限りがありませんからね。ですがあなたたちが働いている間、私ばかり宝あさりをしていたことを咎めたいというなら、その不況はもっともです。別にそんなんじゃないけどさ。ああそうです、一つあなたにお預けしたいものがあるのですよ。どうぞお手を。もうひどいな、右手の指5本とも変な方向向いちゃったよ。あなたが素直に協力する駒だとは私も思っていませんでしたから、罰というわけではないのですが、私にソルオーブの能力を黙っていたことに対しての、これはささやかな意趣返しといったところです。気づいちゃった？ったく、盛り上がったところでかっさらおうと思ってたんだけどな。エリスさんとミネルバさんがこちらにいる以上、頂上への門をハッキングで開けることは難しくないと。あなたの言葉は嘘ではなかったでしょうが、鍵としての役割とはまた別に、ソルオーブがあのような機能を持っているとは。やだな、黙ってたわけじゃないよ。元のレジェンド・オブ・アストルムをちゃんと遊んでるプレイヤーなら誰でも知ってることだもん。むしろあんたが知らなかった方がびっくりだね。では左手も。運が良かったですね、奥藤さん。あちら側であれば全治 2,3 ヶ月といったところですが、この世界には回復魔法がありますから、治療などあっという間です。ああもっとも、私がいる間は回復魔法の発動が打ち消されてしまいますので、少し我慢していてくださいね。今後のためあなたにも戦力をお預けせねばなりませんから。もうたく、治るからって痛みは本物なんだけどな。体はアバターでも痛みは魂にまで響くと、なんとも素晴らしい心躍る技術です。肉を裂いても見つからぬ霊性が電脳の空間で実在性を持つとは。へえ、そんなことで盛り上がっちゃうんだ。ちょっと意外だね。AI を神様みたいに崇めてるあんただってのに、いくらミネルヴァが人間以上の知能を持つからって。ミネルヴァが私にとっての神？少々意外ですね。あなたがそんな心得違いをしていたとは。そんなことは一度として言っていませんよ。た
確かにミネルヴァさんの性能は素晴らしいものです。人によっては神と崇め奉るのも無べなるかなといったところですが、所詮あれはシンギュラリティの途中段階、発展の余地を多分に残した未完成品に過ぎません。じゃあ一体何なのさ、あんたがいつも言ってる神様ってのは。それはもちろん矮小な人の子には目もかけようとしない存在ですよ。わけわかんないね。救い手の語り口としては失格じゃない？あんたってさ。そうでしょう。あなたは私にとって救う対象などではありませんから。あなたと私はただ次元付きの協力関係。エリスさんの願いを叶えるまで、ミネルヴァさんを彼女の内からパージするまで、それまでは我々も力を合わせ手を取り合いましょう、オクトーさん。いい夜ですね、お二人とも。ランドソルからわざわざ私たちを追ってきたわけ？いいえ、そんなことよりも、お嬢さん、あなたは今現実の自分はこちらの自分よりも恵まれているはずだと、そのような希望を述べられていたようですが、残念ながらそれは思い違いというほかありませんよ、桃地キルヤさん。その呼び名って、あんた何か知ってるの？もう一人の私のこと。あなた自身というよりも、桃地さんのご両親のこと、縁あってよく存じ上げています。 あちらでのあなたのご両親は、戒律をよく守り、寄進をよく行う、とても真面目な信者でしたよ。ですが悲しいことに、信仰を深めんとするあまり、ご息女であるあなたに無理を強いてしまっていたようですね。金銭的な理不尽のみならず、門限や交友関係、生活の細部に至るまで制限をかけたり、とても嘆かわしいことです。ですからキルヤさん、いえキャルさん、こちらでは仲間たちと笑顔あふれる食卓を囲めているご様子ですが、しかしあなたが。やめてやめてよ、そんな話私聞きたくない。あなたがもし現実に戻ったのなら、そこに待っているのは今と天と地の差の境遇。親を頼りにする子にとって、一呼吸ごとに心をすりつぶされる日々。それでもまだあなたは帰りたいと望むのですか、現実へと。いいえ、あなたにとっての地獄へと。キャルちゃーん、主様。あなたはミロク？なんでこんなところに。
ごきげんよう、王女様。グレートガイダンスのご息女。あ、なぜお父様のことを知って。いえ、それより今は。ケルちゃん、どうしたんですか？お顔が真っ青ですよ。お怪我はありませんか、キャル様。私、すぐにお手当ていたします。あんたたち。キャルさん、あなたの今の家族はとても優しくてぬくもりにあふれていますね。他でもないカイザーインサイトにそうであってほしかったように。この殺す、ぶっ殺してやるわ、あんた。キャル様、落ち着いてください。あ、気をつけてください。あの男の周りではきっとあなたの強化の力も消されちゃいます。おやおや、そう目くじらを立てないでいただきたい。今日はご挨拶とお願いに伺っただけなのですから。挨拶とお願い？挨拶ならランドソルで2回もしましたよね。まだしようって言うんですか？いいえ、私ではなく。魔物、弥勒が従えてるっての？こんな近くにいたのに気づけなかったなんて。これなるは終わりの炎のその起こり、アリシヒの世界にて破棄され打ち捨てられた未完成の器。さあ、皆さんにご挨拶を。魔物がお辞儀を？なんか変よ。あれ、普通の魔物じゃないわ。気をつけなさい、あんたたち。確かに動きの端々から通常の魔物とは違う知性のようなものを感じます。ですが、この違和感は一体。面白いでしょう。ソルの塔に遺棄されていたこの魔物、進化の可能性を試そうとしたテストタイプのようで。テストタイプ？ただ開発中の隠しデータだったがゆえに、通常の魔物が持つ行動プログラムが未実装だったわけですが、どうやら使い方次第ではこちらの切り札になりそうだったので、情報を処理する外付けの CPU を追加して稼働させてみたのです。その魔物、一体何なんですか？名は、そうですね、少々解約を聞かせて、終焉の巨神とでも呼ぶことにしましょうか。それがあんたの切り札ってわけ？でもそんなにとんでもない強さってわけじゃなさそうです。ここは私が。その通りです。全てのソルオーブを揃えていただいた暁には、このガイド妖精の身柄と交換することにいたしましょう。ソルオーブを？嫌だというなら構いません。
その場合、このガイド妖精は巨神の頭脳となって吸収されるまでのこと。なんと卑劣な。ゼン様だけではなく、アメス様にまで手を出したわ。では、ごきげんよう。期限は1週間後、ソルの塔にてお待ちしておりますよ。フォレスティエ、これほどの魔物の大群に里を取り囲まれるとは。いえいえ、私たちフォレスティエはエルフの森やみんなを守るギルドですから、むしろ助けに来るのが間に合ってよかったわ。ふむむ、いくら来たって里の中には入れさせないよ。魔物たちあんなに？葵ちゃん、いけそう？深呼吸と同期で軌道が。葵ちゃん、しっかり。ちょっと、まだ倒れちゃダメだよ。大丈夫です。今日はぼっちじゃないですから、皆さんが一緒ですから。エルフの里を守るため、フォレスティエの一員として私やってみます。よーし、里を壊しちゃわない程度に全力魔法で行くよ。キラキラキラララン。うお、やったか。あんなにボロボロなのに立ち上がってきますよ。魔物さんの嫌がるお声も全然効き目がないわ。どうしてなのかしら。それにこの魔物さんたちの様子、何か変だわ。まるで本当は戦うのが嫌みたいな。まだまだ来ます。森の向こうからあんなにたくさん。もうこれじゃキリがないよ。そもそもどうしてこんな襲撃が。里の中にまで魔物さんが。長老が張った精霊の守りを破られたの？しまった。社には子供たちが避難してるってのに。里のみんなは中に入ってきた魔物さんをお願いね。入り口は私たちフォレスティエが食い止めるから。すまない。
くなっちゃうんだけど。とにかく今は耐え抜きましょう。怪我をしたら私がすぐに回復するわ。でもどうして、どうして戦わなくちゃいけないの。魔物さんたち何かに操られているみたい。あんな小さな子まで。まだまだ工場のアルバイトで培った根性はこんなものじゃないですよ。わかるの。この子たちは好きでやってるわけじゃないって。だからみんな悪いことしちゃめですよ。魔物たちおとなしくなっちゃいました。さすが美里先生。子供たちでも魔物さんでも心を開いてお話しすればちゃんと通じるの。でもこれで一段落なのかしら。結局こんなにたくさんの魔物が襲ってきた理由はわからないままですけど。まあまあ、葵ちゃん、なんとかなったならそれでオッケーだよ。キラーン。へえ、母性で魔物を抑えちゃうなんて、あれって僕の知らない隠しスキル？それともある種の洗脳的な？どっちにしろすごいな。ま、当然これで一段落なんかじゃないけどね。うえ、なんか今遠くからおかしな魔物の声がしたような。はい、背筋がゾゾゾってする叫び声でした。そうね。でもどちらかというと精霊の。うわー、魔物たちまた暴れ始めちゃった。これってさっきの変な叫び声のせいなんですか。状況的に入り口以外からもまた魔物さんたちが。みんなやめて、お願い。こんなことをしたらいけないわ。あの叫び声が理性を奪っているのかしら。ごめんね、美里先生。今は私が追っ払っちゃうから。初音さん。さっきから飛ばしすぎちゃってるせいで寝ぼけが。超全力全開！
プリンセスストライク。あなたは、あれ、ペコリーヌちゃん。はい、ご無沙汰です、フォレスティアの皆さん。あらあら、あなたも助かったわ。私たち、ココロちゃんのお父さんに会いに来たんですけど、里の近くまで来たら魔物たちの叫び声が聞こえて、だから急いで突っ込んできたんです。ごめん、私たちも全然分かってなくて。今はそれより、もう少し手を貸してもらえないかしら。裏手の森から里の中に魔物が流れ込んじゃってて、エルフの里の皆さんがピンチなんです。ああ、多分大丈夫です。そっちは、ダメ、数が多すぎる。ここまでか。上空から攻撃魔法。魔物だけを正確に狙って、誰なの？私今マジでムカついてんのよね。八つ当たりで悪いけど、暴れさせてもらうわ。死ねヤシロに侵入した魔物は、これで全て倒せたでしょうか。間一髪でございました。ココロ姉ちゃん、ありがとう。恐れ入ります。すみません、お父様は今どちらに？はい、ヤシロの奥です。長老は私たちを守るため先陣を切って戦われて怪我を。里が持ちこたえられたのは、フォレスティエが来るまで長老が奮戦してくれたおかげなんです。そうだったのですね。コッコロか。はじねちゃんたら、あなたのお膝でぐっすりね。私もヘロヘロで、お休みさせてもらいたいですよ。もうダメだって感じでしたし。でもでも、今回はフォレスティエの一員として、ミサト先生やはじねさんと一緒にお役目を果たせたみたいで、本当に良かったです。そうね、あおいちゃん、よく頑張ったわ。いい子いい子。ねえあなた、それにペコリーヌちゃんも、あんまり顔色が良くないけれど、何かあったのかしら？それが。はい、ただでさえギルドメンバーの子も敵に利用されちゃって、行方不明になっちゃってるのに。そんな。あら、とっても大変だったのね。お手伝いできることがあったら先生に何でも言ってちょうだい。が、本当に何でも言っていいの？
それじゃあ回復魔法とかお願いしちゃおっかな。オクトーさん、えい、知らない男の人が。自前の魔法で骨はくっつけたんだけどさ、まだ全然痛いんだよね。ほんと嫌になっちゃうな。あなたが消しかけてたんですか。ビースト族の国も魔物に襲わせたって聞きましたよ。え、ま、そんなところかな。僕としてももっと本当は穏便な方法で行きたいんだけどね、ちょっと余裕なくなってきちゃって。だからあんまり抵抗とかしないでほしいな。これでも結構胸が痛むんだよね。親玉っぽい人が来ちゃいましたよ。いや、あと5年くらい。それじゃミイラになっちゃいますって。あなたどうして魔物さんたちに里を攻撃させたの。魔物さんたちもエルフのみんなもたくさん傷ついてしまって。それはね、この里にあるっていうソルオーブもらっとこっかなってさ。ちょっと待ってください。あなた、あの弥勒と結託してエリスさんに手を貸してるんですよね。弥勒も私たちにソルオーブを持ってこいって言ってましたよ。コッコロちゃんやこの人の大事な知り合いを人質に取ってまで。そう、それそれ。指のことは別にいいんだけどさ、あいつにあんまりソルオーブを揃えさせたくないんだよね。多分ろくな使い方しないだろうし。ハン、細かいことは知らないけど仲間割れってわけ。キャラちゃん、いやあれだけ用意してた魔物たちがやられちゃうか。すごいな君ら、本当にレベルアップしたね。褒めんでいいわ。さっさと降参しなさいよ。さもなきゃぶっ殺すぞ。そうだわ、魔物さんたちを操っていたのが彼だとしたら、きっとまだ何か奥の手みたいなのがあると思うの。オクトーさん、ここはひとまずご飯を食べて話し合いをしませんか。っていうか、あなたはどうしてエリスさんに協力してるんですか。教えてください。僕としてはさ、こっちの世界がどうなっちゃっても別にいいかなって感じなんだけど、前の失敗の繰り返しとかちょっと勘弁してよって思うんだよね。あとほら、契約もあるし。繰り返しってミソラが言ってた世界のループってやつのこと。ま、どう考えてくれても構わないけど、方法はともかく僕がエリス様の味方をする以上、残念ながら君たちとは手を組めないんだよね。なんかすごそうなのが出てきたんですけど。この叫び声って、さっき私たちが聞いたのと同じものだわ。キャルちゃん、この精霊って黒い風の精霊じゃない。コロスケの儀式で浄化されたはずなのに。僕はこいつのことをよく知らないけど、君らの倒した黒い風の精霊ってのとは別の個体だよ。別個体？でもすっごくそっくりですよ。僕の同僚はデータを再現したり覗いたりするのが趣味っぽくてさ、
ゼーンってドラゴン族のネクロマンスとかもその一環っぽいんだけど、ほんと悪趣味なやつだよね。ゼーン再現、じゃあこれも魅力の仕業ってわけ？最初はこんなの預けられてもって思ってたけどさ、この精霊の魔物を無理やり暴れさせる性質をうまく利用すれば僕の仕事も効率よくなるし、それに邪魔な君たちへの嫌がらせにもなりそうだからね。じゃ僕は長老に挨拶して用事を済ませてくるから、しばらくこいつと遊んでてね。この待ちなさいよ、キャルちゃん気をつけて。この精霊前よりもパワーアップしてるっぽいです。あわわわわわわ、はつねさんが、いや、あと500年くらい。それじゃ塵になっちゃってますって。あ、そうだ、こっちのもついでに置いとくから。なに魔法陣からすごく大きな魔物さんが。エリスさんの使徒も？そう、もともとはプリンセスフォーム対策に借りてたやつだし、精霊の影響でそいつもパワーアップしちゃってるっぽいけど、ま、よろしく。おまけみたいに置いてくんじゃないわよバカ。コッコロか。長老、まだ起き上がってはいけません。私たちをかばったからごめんなさい長老。この程度気に病むことはない。それにお父様、よく戻ってくれたコッコロよ。しかしその姿は、これは私と主様の絆が力になったもので。あれ、コッコロお姉ちゃんいつもの格好になっちゃった。その戦いが終わったこともあり、少し気が緩んでしまったようです。でもコッコロさんすっごく強かったわ。本当に頼もしくなった。どうやらアメス様の加護が我が娘を導いてくれたようだ。お前の成長をこうして見ることができて嬉しく思うぞ。ありがとうございます、やはりそうです。このお父様はアメス様の真実をご存知でいらっしゃらない。つまり今の世界と同じく仮初めの存在。どうした？いえ、何でもありません。お父様、いえ、エルフの里の長老エルフィリア・タレル・ダール・ゾラ様、この度は折り入ってお願いに参りました。ああ。お父様のお手元にあるというソルオーブをお譲りいただきたいのです。私の主様をお導きするために。ソルオーブ？はい、内部に塔の姿の一部を映した剣台の宝玉なのですが。それならば社の奥の心臓に埋め込まれているはずだ。すぐに持ってこさせよう。はい、お任せを。ありがとうございます。ですがよろしいのでしょうか、心臓の装飾を。これは市場や贔屓ではないぞコッコロ。お前とお前の仲間たちは今
この里の窮地を救った。ならば相応の報酬で恩を返すのは当然のことであろう。ですが、私にとっては故郷の里の皆様をお助けすることこそ当然のことで。遠慮は無用だ。お前にとって最も大事な主を導くためなのだろう。そして私にとって最も大事な娘の役に立つのなら、それは何よりの喜びだ。そうそう、遠慮しちゃダメ。はい。不思議です。このお父様は仮初めの存在で、本物ではありません。だというのに、こうして話していると本物の現実のお父様と話しているかのように、胸に温かい気持ちがこみ上げてきます。かつて私は現実に帰還しても主様のおそばにあり続けると、そう決意いたしました。その決意には今も一片の揺らぎはございません。ですが、なんということでしょう。アメス様が魅力によって人質にされてしまうとは。アメス様、あの怪物の肩に囚われていたネビアちゃんに似た女の子がコッコロちゃんたちの神様みたいな人なんですね。はい。前の記憶っていうやつですか。あなたがそこまで言うなんて、あの男のことますます許せませんね。確か一週間後にソルの塔で全てのソルオーブと交換と言っていましたが。ソルオーブは私たちにとっても必要なものです。渡しちゃうわけにはいかないんですが。さようでございますね。ひとまずはお父様のところにあるソルオーブを回収しながら対策を考えなくては。キョルちゃん？キョル様、その私たちが駆けつける前に魅力からキャル様に何かを言われていたご様子でしたが。ほんの少し思い出しちゃった。現実のこと、親のこと、本当の私がどれだけ惨めだったかってこと。そのきっと魅力が嘘をついてたのかも。わかんない、わかんないわよ。嘘か嘘じゃないかなんて、私にはそんなこと。でも私は嘘でも本当でも、あんなところに戻りたく。ペコリーヌ様も、主様も、そして私も、キャル様をお慰めする言葉を見つけることができませんでした。アメス様やシェフィー様のことも考えなくてはならないとはいえ、他ならぬキャル様があれほどに心を痛めているというのに。ですが、もし私たちが現実に戻れたとして、今のこの世界はどうなってしまうのでしょうか。全ての人が懲役から解放されたなら、この世界は危険な空間として、最悪完全に廃棄されてしまうかもしれません。その場合、私たちが出会い共に過ごし絆を結んだこの世界が消えてしまう。いいえ、消えるのは
それだけではありません。こころ?申し訳ありません。少々考え事をしていまして。こころさん、お探し物の宝玉というのはこちらで合っておりますでしょうか？はい、間違いなくソルオーブでございます。そうか、それはよかった。よくわかんないけど、よかったね、こころお姉ちゃん。ありがとうございます、皆様。これで主様をお導きすることが叶うはずです。そのことだが、こころよ、まずはいかがなさったのですか、お父様。お前の仕える少年が里に来ているというのなら、まずはこの社へと導いてくれぬか。挨拶の一つもしなくてはならぬだろう。そうでございますね。戦いがあったためうっかりしておりました。長老様ったら珍しく緊張なさっておりますね。長老、なんで？それはもちろん、これから娘さんの将来の このお父様や里の方々、プレイヤーではない皆様が、すべて世界と共にすべて消えてしまうかもしれないのですね。こころ姉ちゃん、一緒にお兄ちゃんを迎えに行こう。はい。ではお父様、少々お待ちを。ああ。長老、里の入り口の方からまた魔物の叫び声が。へえ、あんたがグレートガイダンスのアバターか。何者だ。名乗るほどのものじゃないよ。っていうか、ぶっちゃけ無意味って感じじゃない？アバター相手に挨拶なんて、いちいちさあ。よっ、捕まえたっと。中身が本物だったらさすがに手は出せなかったけど、これならどうとでもなりそうかな。さーて、ここから先もうまくいくといいんだけどね。え